将棋の明王戦本戦トーナメント準決勝が3月26日に行われ、出口若部五段26が佐藤天彦九段34に147手で勝利した。出口五段は決勝で服部新一郎四段22と対戦。藤井里志王の明田を竜王、王位、王将、 帰省19への挑戦権をかけて戦うデビュー3年目でブレーク中の出口五段は名人3期の実績を誇る佐藤九段が得意とする横太りを受けて立つと中盤には大駒の交換が何度も繰り返される派手な展開に盤面中央が戦いの焦点になると両者間で形勢が細かく揺れ動いたが 二枚の竜で迫力ある攻めを続けたのは出口五段。最後まで抜かりなく佐藤玉を寄せ続けた。この結果、決勝はデビュー三年目の出口五段と、デビュー二年目の服部四段という若手ホープ同士の対決に、どちらが勝ってもタイトル初挑戦だ。藤井里志太陽賞佐渡のファンと交流師匠からの、 お年玉は、貯金縮小会シリーズ無事終了将棋の藤井聡対応賞19イコール竜王、王位、昭王、棋聖含む五冠イコールは26日、新潟県佐渡市の佐渡島開発総合センターで開かれた藤井聡太氏王将を囲む会に出席、渡辺明前王将。 三十七イコールとの第71期オルソックバイ王将賞戦スポーツ日本新聞社毎日新聞社主催七番勝負を解雇するなど約100人の一般ファンとにこやかに交流した大盤を使用した次戦解説では師匠の杉本正隆八段53を聞き手に 主に第局と第1と4を分析。途中で杉本師匠から「この日の昼食は何?」と突然振られやや焦りの色をにじませた藤井聡太陽賞だったが冷静に政党を介してファンをうならせたまた昼食と違い「夕食メニューは公開されてないですよね」 と尋ねられると、確かスポニチさんの対局ドキュメントに掲載されています検索してみてくださいと応じ師匠をたじろがせる場面もあった大盤解説後はファンからの素朴な質問に一問一問丁寧に答えた正月に師匠からもらったお年玉は何に使いましたかには師匠の前では答えづらいのですが 笑い貯金していますというモラスに回答イベント終了後は佐渡名物のブリカツ丼に舌鼓を打ち初めていただきましたブリはお刺身でも食べますがカツだとまた違った美味しさがあるお米佐渡コシヒカリも美味しくて最後まで美味しくいただきましたと美味しいを三連投。名古屋在住の杉本師匠も 地元の味噌カツ丼と比べると見た目は重曹ですが後味は爽やか体に良さそうですねと絶賛したこの日で王将戦の第5から7局の開催予定地をめぐる祝勝会シリーズは無事終了21年度最後の公務を終えこうして毎回お招きいただき地元の方々に温かく迎えてもらって 嬉ししかったですし各地の名物をいただくことができて楽しい思い出になりましたと笑顔で振り返った。